こんばんは。誕生日を迎えてしまった悲劇の元男の子、青木かのんです。全く嬉しくない。今日はですね、久しぶりに2ヶ月ぶりぐらいなのかな、家族全員で大集合してみんなで私の誕生日をお祝いしてくれるということなので、これから家族の元に合流しようと思います。でね、私誕生日であるのにもかかわらず皆さんに謝罪しなきゃいけないなという点がありまして、それは動画の最後でお話ししようと思います。なのでよかったら最後まで見ててください。私の誕生日に約10分の時間を捧げてください。では行ってきます。遅刻。あ、もしもし、今どこにいる？今から家出る。ごめん。もしもし、そう、打ち合わせがあって大丈夫、すぐ向かうから。ごめん。何分になるの？すぐ着く、すぐ行くから。雨が降ってるんですけど、髪の毛せっかくセットしたのに、誕生日だというのにうにうにうに。思ったのが、私初めてお父さんと一緒に誕生日過ごすかも。こんなになって今までお父さんと誕生日過ごしたことないんで、なんかそう考えると感慨深いっていうか、ついに認めてくれたんだなっていう、ちょっと嬉しいです。ということで地元に着きました。今から家族が待っている中目黒の焼肉屋さん、ビーフ亭に行きます。ビーフ亭美味しいんだからね。おっと、雨がめちゃめちゃ降ってるじゃないですか。ちなみに今から行く焼肉屋ビーフ亭さんは、私が学生時代週2回ぐらい行ってたんじゃないのっていうぐらいすごい通い詰めてたお店なんですね。なのでここに映ってる怪力おじさん、この姿を作ったのはビーフ亭さんと言っても過言ではない、そのように自負しております。ではね、ひどいんですよ。昔ここの GT プラスって書いてあるじゃないですか、プラスじゃんテラス、ここのエレベーターの下の駐車場に野ぐそをしたのは青木かなんだみたいな感じで地元の友達に垂れ込みされて、なぜかこの青木がここの建物の中で野ぐそしたというのを学校の人たちに知り渡ってしまったんですよ。してませんからね私。お、あった、あそこです、ビーフ亭。これですね、ビーフ亭焼肉しゃぶしゃぶ牛一頭買いのお店。ちょっと緊張しますけども、緊張別に しないか。ビーフ亭ですね。こんな感じ、美味しいお肉が食べれるお店です。ちょっと緊張してきた。やだな。じゃあ行きます、とりあえず。あ、いた。飲み物ウーロン茶。これ誕生日の記録を残してる。いいよ、もうこんなの。他人でおめでとうってやったからもう言わないもんね。え、なんで誕生日おめでとうって言ってない。みんな乾杯の時にいない時に乾杯しないでよ。ちょっと、もう味噌汁、味噌汁だからね。味噌汁って言わないで。ダメだ、やめてやめてやめて。だめだめだめ、違う。忙しいのか。ツイッターでは23歳って嘘ついたから。みんな通じるわけないじゃん。あ、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。29歳か、泣けてくるぜ。これ特上ロース。美味しそう。ロース焼いてます。上ロースか、これが一番ないんだね。じゃあちょっと食べます。いただきます。わー、いただきます。冷たい目線で家族に見られてます。これがハラミです。タレにつけて、冷たい視線を感じる。すごいことが起きた。消えたメニューを復活し、今日限りしていただけるということで、この伝説のビーフ店の両麺、乳麺、乳麺、乳麺、ダメダメダメ、尿は汚い。乳麺混ぜていいよ。両面、これ両面ですか。両面です。あ、尿面じゃなくて。やばいか、それは。お前が言ったんだからね。まあ、綺麗。混ぜるのは最近ショートカットにしたお母さんです。似合ってますよ。伝説の両面食べます。いただきます。もう長いの。自撮りじゃなくて夢を売る仕事。なんかすごいみんなに冷たい目線を浴びるんですけども、自己満じゃない、仕事仕事。ほんとやめな。わあ、すごい。卵つけて食べるんですね。卵だ。いくよ。伝説のすき焼き、焼き好きだ、焼き好き、いきます。どうぞ。こういうのペースでやらなきゃ。じゃあトングお借りします。さっとほぼレアで食べて OK ということで。美味しそう。
美味しい。ごちそうさまでした。ビーフテイさんでした。はい、ごちそうさまです。いやー、人のお金で食べる焼肉は美味しかったですよ。ごちそうさまです。で、芋吉も顔がめちゃくちゃ映ってるっていう。マスクなんで。なんか顔出ししないの？しないの？芋吉は何、最近資格の勉強してんだっけ？そう。何の資格？ちゃんうわー。お父さんの会社継ぐんですね。継ぎたくね。じゃあ、この青木が、50歳、60歳ぐらいになって、やばくなったら助けて。絶対嫌だ。お願いします。助けてください。めちゃくちゃかっこ悪いよね。妹に助けを求めるって。シャンプー残してんの？ママが使ってるのこれなんですね。これすごいな、なんかチカ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 すんな、画面が。好きなのにしなさいよっていう感じでシャンプーを選ぶ母でした。地元のですね、ツタヤがなくなっちゃって、今ココフロファインになってますね。薬局に変わってます。ツタヤだったんですよ、ここ。何もかも私の地元が変わっていくという一抹の寂しさを感じます。ママこんなの必要ないでしょ。だって今日雨の日なのにこんな髪ツヤツヤだよ。白髪一本もない、ツヤツヤ、めっちゃ綺麗。うん、めっちゃツヤツヤ。ただすごいな、チカチカする。なんでやばいタグこれずっとつけちゃう。待って、これ待って、どういうこと？こうやって歩いてたってこと？いや、びっくりした。ママ知らなかった。ザラのタグ S サイズだって本当めちゃくちゃ面白い。これ全世界配信ですね。ではですね、今から実家の方に久しぶりに帰ります。めっちゃ久しぶりで帰る。家族に愛がないの？そう、家族に愛、いやいや家族に愛しかないからね。こんだけほっといてさ、2ヶ月ぐらい帰ってくる。2ヶ月帰ってきてない。おっと、中目黒駅の目の前にあるタワマンの名前はこちら、通称ちくわタワー。これちくわタワーだもんね。なんとここにはですね、あの芸能人が住んでるという噂がありますけども、本当なんでしょうか？本当？何人ぐらい住んでるの？10人以上住んでるの？本当に住んでんの？うわ、もういやらしいですね。こうやって中目黒区民を見下ろすというこういう構図が完成しつつありますけども、本当に変態です。痛い。あ、ごめん、足踏んじゃった。ごめん。ママの足を踏んでしまいました。踏んじゃったじゃん。すいません、すいません。後で舐める舐める、後で足舐める。本当だな。チュパチンコ。何？犬がさ、飼い主の足を舐める理由知ってる？何？犬って飼い主の足を舐めるのは、うん、飼い主のことを毛のない犬だと思ってるだから、なんかこの飼い主さんは毛がないんだ、かわいそうと思って舐めてるらしい。本当に？もうらしいよ。やめてよ。毛がない犬って思ってる。じゃあ何？この動きも犬だと思われてんの？なんか私みたいに毛がなくてかわいそう。うっそ。思ってる。衝撃的なんですけども、ワンちゃんが手を噛んだ後にペロペロって舐めてくるのは、反省を表してるんじゃなくて、お前このまま逆らったらただじゃ済まねえぞっていう威圧らしい。本当に言ってんの？めちゃめちゃペットにそれやられる。嘘。舐められてんじゃん。めっちゃお豆ちゃんに噛まれて、なんで噛むのって言ったらペラペラペラって言われる。ママにはそんなことしない。威圧を与えてくれる。ただじゃ分かんねえぞと。お前このままじゃただじゃ済まねえぞ。タラーマン。お、なんだこのモップは。なんだこのモップ犬は。チョコの妹。でかっ。え、でかくない？こんなでかいの？え、2ヶ月ぶりに帰ってきて、イワンちゃんすごいすごい。マメ。来た。すごいすごい。タラーマン。タラーマン。かわいい。ただいま。臭い。マメ。すごいね。生後半年？生後半年ですか。痛い。可愛いっしょ。可愛い。でっか。でかくないじゃん。本当？だって来た時こんなんだったよ。今2キロだよ。でかぶつけん。ラリ。マメ。めっちゃ怒ってる。ダリラリ犬。ラリってるラリってる。え、やば。なにこれ、パパが釣ってきたの？え、怖っ。やば。インスタ映えするだろ。インスタ映えするね。初めて見たんだけど、伊勢エビっていうもの。嘘つけ、ほんとだよ。ほんとだよ。だって見たことないよ、こんなでかいの。これもまんまのサイズ。え、てかすごいですね。1メーターぐらい長さあるんじゃない？これ、こっからここまで。
うわー、これ残しといた方がいいんだ、記録として。怖っ。え、生きてる、まだ。え、これはどうしたの？送ってもらったの。昨日、あの、2匹食べたの。え、焼いて食べたの？ごめん、今やってあげるから。え、本当にありがとう。誕生日にこんな贅沢していいのか。あ、誕生日だからこそか。いや、違う、まだ、花の20代です。カウントダウンだよ、30。365日。やめて、ちょっと現実を突きつけないで。そうですね、さっき私が動画の冒頭で謝らなくてはいけないことがあるということを話してたと思うんですけども、今お父さんが伊勢海老の料理をしてる間に行っちゃおうかなと思ってて、ことの発端はですね、私が誕生日当日、昨日ですね、8月の13日に私がツイッターでこのようなことをつぶやきました。こちらですね、読みますと、さっき23歳になりました、気を引き締めて引き続き頑張りますとつぶやいたんですね。おっと、23歳、え、そうなんです、私23歳という年齢差し押してしまって、そのツイートがですね、ただいま1057件のいいね、そしてコメント数が171件という取り返しのつかない事態に発展してしまいまして、これは困ったぞと。なぜ困ったかというと、もちろん私の誕生日を知ってる方だったら、いやいや、かのちゃん23歳って何を言ってんの、29歳になったんでしょとツッコミが入ると思うんですけども、いや、困ったことに私は誕生日を公開してるにもかかわらず、本当に23歳と信じちゃってる視聴者さんもむしろそっちの方が多くて、で、中にはあの YouTuber さんの方からもお誕生日おめでとうございますというお祝いツイートいただいてるんですよ。その中でも私が気になったのが、ここね、韓国系 YouTuber の横田さん、横田さんっていう方がおめでとうと、私の年齢これ見る前まではいつもカノンさん見てますという感じでツイッター送ってきてくれるのに、23歳、おは、じゃあお料理年下なんだな、よし、タメ口で行こう、おめでとうって、いやちょっと待てよとなるわけですよ。おい横田、何タメ口使ってんだ、私は29歳だぞ、来年30代だぞ。他にもですね、山崎森子さんという視聴者さんからこのような引用リツイートが来ております。この人めっちゃ綺麗だと思ったけど同い年だったのかと、申し訳ございません、私23歳と言っておりますが、29歳ただの子供親お坊さんです。今私がなんでこんなに気持ち悪い表情をしてるかというと、23歳っていうことをつぶやいておいて、いやいやお前29歳だろふざけんなというツッコミを待ってたんですけども、思いのほか23歳なのっていう疑いのコメントすらほとんどなく、まさかの私23歳で通用しちゃってるという、なんとも複雑かつ嬉しい結果になってしまい、にやきが止まらない状況でございます。本当皆さんありがとうございますと同時に騙してしまって申し訳ございませんでした。いいこと思いついた。エンディングをここで今でやっちゃって、その後にボーナストラックで伊勢海老食べます。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。そしてインスタグラム、 LINE 公式アカウント、 TikTok も画面の下でありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では伊勢海老タウン、チョキチョキ。じゃーん、焼けました。ちょっと作ってみる、どんな感じか。うん、ありがとう。鬼柄焼き、うん、お、いただきます。うわ、すごい、なにこれ、ブリブリじゃん。ブリブリよ。あ、ひえ、なんじゃこりゃ。いただきます。うん、こんな歯ごたえあるエビ食べたの初めてかもしれない。やば、肉じゃん、肉。やば、ステーキだね。これは美味しい。これはうまい。うん、おすすめでした。